久保さん、なんかストレスあるみたいじゃないですか。酒飲めばいいんじゃないですか。今日僕昨日も酒飲んだんですけど、今日は有料のね、メンバーシップですね。はい。ストレス発散しながらお金をいただくっていうね、なんかよくわかんない、メンバーシップです。いってらっしゃい。